の死の定義としては表の2の9の仕事がなくて食えなくなって介護の資格を取りに行った。そこで出会ったのが中村さんだった。私天然なの。天然、うん、それ分かってますよだからいいんじゃん天然なの。授業で使う介護用のベッド私寝る、ね、中村さんの毎日はハードだった。すでに介護施設で働いていて、授業の後は夜勤、入居者の食事の買い物をする。なんでこれお前たちと本が重いの。本でしょ、うん、あと教科書でしょ、うん、重いですかうん、そこそこ重い。入ってさ、介護の仕事全然やったことないでしょ。初めて入ったでしょ。夜勤だよ、いきなり夜勤寝て一人で一人で、それびっくりしたわよ。 その時はさ、いくらさ私心臓強くてもさ、うん、寝れなかったよ。おむつ取り替えるでしょ、うん、2時間か3時間おきにおむつ取り替えるでしょ、うん、結構やることあるわよそれも込みで一人なの、うん、初めてで、うん、むちゃくちゃじゃない。それで1年。1年、私は嫌じゃないの、うん、まあ負けてないもんね。うるさいこと言わないから、うん、自由にやらせてくれるんだ。自由にやらせてくれるし、うん、じゃあ、はい、火曜日ね、誰かここに入るって紹介してもらえるよ。うん、わかりました。本当、誰か夜勤の前にカラオケ屋で時間を潰すのも一つのパターンだった。さんが泣いているのにようやく気づいた。中村さんは息子さんを亡くして、それがショックで家を飛び出し、ずっと一人で生きてきた。この歌は中村さんの歌だった。中村さんに自分のとこで働かないかと誘われた。中村さんとの出会いを3分のビデオにまとめたいと言ったら、施設の中も撮れだって。いいんですか、今日別に必要ないっていいんです。今後本当にやるのと真面目に。中村さん、3分じゃ収まらないよこれ。こんにちは、こんなつもり。何歌うの。